このトーク採用されたとして、実際にやったら、その一番狭い部屋で本当に少人数でやるべきものなんで、ちょっと面白くないと思うんですけど面白くなかったら向こうでビールとか飲んでください。で、リブ UV って何なのっていうところから、パールバインディングなんで作ったのかっていうのと、エニーメントと似てると思うんですけど、エニーメントとどういう関係なのか、あと状況みたいなのも話します。で、リブ UV なんですけど、ノード JS のバックエンドで使われてる、IO の API がプラットフォームごとに違うものを吸収するためのライブラリーで、Node.js 自体はステーブルっていうか、ステーブルリリースだと 0.6K から実際にバックエンドがリブ UV になっています。で、リブイベントとか同じような抽象化ライブラリーが他に今まででもあったんですけど、そことの一番違いは多分Windows でも高速に動くこと。で、一般そのリブイベントみたいなやつっていうのは、例えば IO 関心の API だったら Linux だったらインコール使って、 BSD 系だったら KQ 使ってっていう風になってて、どれもなかったらセレクトみたいな感じで、基本的に Windows だともうセレクトになっちゃってすごいパフォーマンス出ない。でも実際には Windows にも高速な駆動機の API があって、 IO コンプリッションボーツ IOCP っていうのがあるらしくて、UV の作者がこれについて記事を書いてるんですけど、なんか興味ある方は読んでみてください。で、RibUV は、Windows で動く場合はバックエンドにこの IOCP っていうのを使うようにできています。で、ただ問題としてこの IOCP っていうWindows の API が KQ とかイコールみたいなやつと全然使い方が違うので、RibUV はめちゃくちゃ抽象化されているので、結局その単にその違いを吸収するっていうよりかは、僕個人は Linux しか使ってないんで、Linux ベースで抽象化したライブラリーと比べると、本当にこれはもうフレームワークだなと。で、例えば他の抽象化ライブラリー使うと、コネクトとかリードライトみたいなとかっていうのは、基本システムコール直接やらないといけなくて、特に非同期のコネクトとかっていうのはめちゃくちゃもう面倒くさいなんですけど、この RibUV っていうのを使うと、そういう面倒くさいところを全部ラップしてくれてるので、なんていうか C の非同期プログラミングなんですけど、すごいゆとりな感じで書ける。で、実際 RibUV はうちの会社では僕しか使ってないんですけど、スマホアプリの通信モデルですね。要はアプリ同士が通信するような場合とか、サーバー通信でもその独自プロトコルみたいな HTTP 以外の通信モデルを採用するときには基本的には UVV でやって、もともと iPhone で動かなかったんですけど、それはパッチを送って、今のバージョンでは iPhone でも動くようになります。で、パールバインディングを作ったんですけど、インストール、これまだシーパンには上がってなくて、
まあ、こういう感じで住所を結ぶ方を書いてあるんですけど、まあ、これなんで作ったかっていうと、その、まあ、スマホでリベウェアを使った通信アプリを書いてるんですけど、やっぱりその C でいろいろ実装をここにもにするのめんどくさいと。なので同じように同じようなことがパールでしたいっていうことで、バインディングを書いてます。なので、ほとんどそのリビューブイの API とパールの API が2対1で対応してます。で、まあ、この C だと UV なんちゃらっていうのなんですけど、それがそのまま UV コロンコロンなんちゃらみたいな対応で、まあ、ほぼ同じようなコードを書くことができます。まあ、例としてエコーサーバーがあるんですけど、C の例がないんで分かりづらいかもしれないですけど、この、まあ、TCP ユニットっていうので、まあ、なんかソケットみたいなのを作って、それをバインドして、まあ、リッスンすると。で、まあ、リッスンした時にクライアントが接続してアクセプトが呼ばれると、ここがアクセプトじゃねえよ、アクセプトが来るとここが呼ばれて、そこでアクセプトしてみたいなのが書きます。で、ここ無名関数使っちゃってるんですけど、まあ、C ではないんで、別関数として、実装して、そのリファレンスを渡すみたいなことをすると、本当に C と同じような、流れで処理ができます。で、まあ、そういう風に作られているので、基本的にはリブユーブイを使ってる人が、簡単に試行錯誤できるためのものなので、作ってなくて、ただ全部1対1なので、リブユーブイを使ってる人は何も迷うことなく使えると思います。で、まあ、リブユーブイの方にドキュメントがあればいいんですけど、リブユーブイの方に行ってもドキュメントはデータファイルみたいな、感じで、本当に何も知識ない人がリブユーブイを使えるかっていうとちょっと微妙で、そういう、まあ、Linux で非同期のネットワークプログラミングしたことある人とか、他の抽象化ライブラリ使ったことある人だったら、多分ヘッダーファイル見たらもう使い方は分かると思います。特にリブユーブイはほとんど同じ機能がリブユーブイにそのままあるんで、これはヘッダーファイル見て、この関数見たら、これはリブユーブイでいうところのあれだなみたいなのがすぐ分かります。実際そのリブユーブイも Linux とか Windows 以外ではバックエンドにリブユーブイをそのまま使ってるんで、あんまり実際は違いはない。で、メニーイベントの比較なんですけど、まあ、パールで非同期やりたかったら普通にメニーイベントがいいです。もう結構枯れてるし、いろんなバックエンドやめるんで、その、まあ、なんていうか、他のいろんな環境で動くっていうのと、いろんな、その僕、このメニーイベントのココアのバックエンド作ってるんですけど、その Mac アプリみたいな感じでイベントが使えたりとかするし、その環境を選ばずいろんなところで使える、そのイベントの使い方だけ覚えればいろんな用途に使えるので、おすすめです。あとイベントはすげえドキュメントがしっかりしてるので、そういう意味でもいいし、あとイベントなんちゃらってモジュールは本当にいっぱいあって、もう今はもうエニメントを使うのがおすすめします。で、そのエニメントのバックエンドに UV を使えないのかっていう
ことなんですけど、やっぱりそのいろんなとこを抽象化しすぎてて、まあ無理だなという感じですね。無理ですね。で、今の開発状況としては、通信周りは終わっております。で、YYO、 その移動機の YYO は全く何もありません。で、Windows のビルドも僕は環境がないので分からない。その VVV なのに Windows ビルドが通らないかもしれないっていうのは本当に意味がないと思うんですけど、ただその、まあ、そのネットの機能はあるんで、プロトタイプを作るには、まあ、不満がなくて、今割とその僕の中ではほぼできていて、まあ、何もこれでいいかなっていう感じなので、パッチを待ってます。で、まあ、今までのマンツーさんとかレストラットさんとかがパッチを書いてくれて、本当にありがとうございます。まあそうっすね。YYO なんですけど、 Node.js も VVV のファイル IO を使ってないんですよ。で、実際に VVV のファイル IO 動くのか謎です。多分動くなら Node.js が使ってるはずだと思ってるんで、ちょっと分かんないですね。で、あとさっきマキさんに話したんですけど、もう今のバージョン審判に上げちゃえばって言われたんで、上げちゃいます、日曜日に上げます。でもドキュメントはないんで、お願いしますという感じで以上になります。何か質問ある方はいらっしゃいますか。はい、UV.vu の実はすでにサーバーサイドプログラミングで仕事で使い始めちゃってるんですけど、マジですか。ファイル IO がなくていつかなと思ってたんですけど、これは自分で書けていくので正しいですか。ありがとうございます。でもちょっとさっきの話がちょっとノード JS 使ってないって話が、今のバージョン、ちょっと僕も今最新のノード JS 見てないですけど、書いてる時のノード JS は使ってなかったんですね。なのでちょっとわかんないです。ちょっと僕もそれを読んでからやろうと思います。はい、あともう一つ、Node.js ではすでに使っているはずの、外部コマンド呼び出しの API も VVV にあるはずなんですけど、なるほど、それもないっすね。まあ、はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。他に質問はありますか。ありがとうございます。